えー、それでは、えー、老化制御における転倒防止運動改善の意義というタイトルで、えー、社会人博士課程の檜山から発表させていただきます。えー、私自身、えー、会社に所属してるんですが、えー、本内容は、えー、大学で取り組んでいる内容になります。 はい、まずですね、えっと、老化制御デザインの講義を実行したあ感想から述べさせていただきます。えー、幅広い領域、まあ、生化学から動物実験、あとは人にセンサーをつけて、えー、老化を伸ばすような、まあ、研究というのがあ、まあ、いろいろ兆候をさせていただいたあ感想になりますが、えー、最高寿命は、まあえー、変えられないんじゃないかというのが私の感想です。 人であれば120歳、マウスであれば3、4年、公母も分化回数が大体決まっているということなので、ここはなかなか変えることができないんじゃないかと思っております。一方で、平均寿命は食事だったり、睡眠であったり、あとは運動によって遅らせることができるんじゃないかと考えております。 また、カシアノハのフィールドということで、いろいろ見学させていただいたんですが、まあ、非常に魅力的な街であると思っております。まあ、特にまあ私自身もですね、まあ、会社に所属してるんですが、まあ、人の実験というのは非常に準備に時間がかかるところでもありますし、まあ、倫理審査だったり、まあ、共同研究を決め、共同研究先を決めたりとか、まあ、非常に時間がかかるところではあるんですが、カシアノハのフィールド、 周りにある研究室と研究機関というのはノウハウが非常に蓄積されているのでますまたこれはまあ私の願望になりますが今後ですね老化を遅らせていった先というのがどんどん高齢者が老化を 遅らせた場合に逆にまあ生きにくくなったりとか若者に負担をかけるような形になってしまうのでそこをですねこの町がですね自律的に社会を運営できるような形で雇用を促進したりとか誰でも働けるような町づくりになっていけばいいんじゃないかと考えております。 でここからですね、えー、と私の、えー、研究について簡単にご紹介させていただきます。えー、私自身はですね、えーま、老化の中で、えー、非常に多くなっている、ま、転倒の研究を行っております。でこちら、えーと、左側にあるグラフがですね、えー、厚生労働省が示しているう 転倒によって亡くなる方の人数になりますでこちら折れ線グラフがですね交通事故で亡くなる方の数位になっておりますで転倒事故で亡くなる方というのは、まあ、年々増えているということがわかるかと思います、まあ、特に2016年からです、ね、2017年にかけて後期高齢者の医療費がですね1割負担から3割負担になったということで、まあ、一気にこう増大しているということがわかるかと思います 一方で、えー、交通事故は年々減っておりまして昨年度4000件で、えー、転倒事故で亡くなる方というのは8000件なので、まあえー、転倒事故で亡くなる方の方が2倍近くあるということが問題視されています、えー、私医師は、まあ、ここの転倒事故をですねどう防ぐかということを研究の中で取り組んでおります転倒リスクは、えー、医師による診断とかあとは質問表を使ってですね 過去の転倒歴や運動機能などを聞いて転倒リスクを評価したりとかあとは運動機能テストと呼ばれるこちら TUG テストを例として示しているんですがコーンが先にあってそれを回ってもらう時間を計測するとその時間によって転倒リスクを評価したりとかあとは最近ではウェーラブルセンサーを使って歩行中のデータから転倒リスクを評価するというような研究がございます。 一方で、転倒事故は減少していないというような現状になっております。こちら、えっとまあ、高齢化社会であるからということもまあ一つ要因ではあるんですが、ま私自身はこれが一番大きな要因なんじゃないかと考えております。こちら、えっと、従来研究で紹介されているものなんですが、えー、バーがですね7メートル先にあって、視、まあ、観評価でこれが超えられるかどうかと。 というのを答えていただいて、まあ、実際にこう超えられるかどうかまあ痴漢評価とまあ測定した結果というのが示されておりまして、まあ、転倒リスクのある方の方が、まあ、自分の身体能力を2倍過大、えー、評価しているというような研究がございます、まあ、つまりは、えー、自分のお転倒リスクを認識していないとかあとは、えーとまあ、自分の転倒リスクを認識していないので 転倒リスクの評価を行わなないいんじゃないかと考えておりまはそこでですね病院や施設内で設置されている防犯カメラや見守りカメラを使って無意識的に転倒リスクを評価するというような方法を提案しております。 まあこちら実際にえまあ私が開発しようと思っている転倒リスク評価システムになるんですが、病院やまあ施設内のですね、玄関であったり廊下に設置しているカメラから人の歩行を認識して、その歩行をですね、解析することによって転倒リスクがどれぐらいあるかとか、あとは転倒リスクのですね、判断基準と。 いうのを実際に施設の方であったり病院の方にフィードバックするようなシステムを考えております。最近ではコロナの影響でですね商業施設や病院の玄関先にカメラなんか置いてあるのでそこのカメラの情報から自分の転倒リスクを評価して自分の転倒状態というのを評価するようなことも展開できるんじゃないかと考えております。またた映像をを使ううう利点として自分の歩行でですねこういった形で見えるような 形になるので、まあ、どこが弱っているかとか、あとは歩幅が短いとか、そういったものをまフィードバックできるのも強みなんじゃないかと考えております。えー、転倒リスクの、えー、推定方法として、えー、まあ実際に無意識的なカメラを,をまあ、カメラを使う場合に、えー、まあ、画角にですね人が収まらずに、まあ一度にたくさんの歩行が取れない可能性があります。 えーまあ、実験ではですね、えーまあ、歩行がちゃんと取れるような形で、えー、カメラが設置されているんですが、まあ、日常生活の中ではなかなかそういったことが難しいんじゃないかと考えております、まあ、そこで一応講習期と短いデータ長から転倒リスクを推定するような方法というのを考えておりますでこちらですね、えーまあ、一般的には GEI GE と呼ばれる ゲートエナジーイメージが使われるんですがそれにですね距離を追加したディスタンスゲートエナジーイメージというのをこちら提案しておりますそれによって距離が分かりますしあとは歩行のですね構造というのがこんな形で可視化できるのでどこが弱っているかどうかというのもフィードバックできるんじゃないかと考えておりますまたテントリスクの高いものは低いものに比べて歩幅が短いのでこの距離がですね短くなるんじゃないかと考えております その画像を AI を使って点灯リスクを評価しております。実際にですね、モーションキャプチャーを使って、この d g i と一般的に使われている歩行特徴量、歩行速度などの特徴量と、あとはまあ時系列のデータをですね、実際にこう入力データとして、それぞれの点灯リスクの評価というのを行っております。この DGI はです、ね、仮想的に えー、上から見た画像、正面から見た画像、まあ、横から見た画像というような形で、えーまあ、仮想的にです、ね、画像を作成しております。で、その結果がこちらになるんですが、えーまあ、DGI を入力とした方法の方が一番、まあ、精度が良くなるというような結果が見られております。えー、歩行特徴量であれば ROCA 融資で0.6と。 まあ一方で、えー、この TGI の画像を入力とすることによって、えー、0.6をまあ超えるようなです、ね、精度が現れております。まあ、特にこの横から見た画像が一番まあ精度が高くて、えー、0.67と、さらにこの横の画像横方向の画像をです、ね、下半分だけ映してそれを入力のし 入力にした方法では ROCUC で0.7というような結果が見られております。まあ、実際にこう機械学習の、えー、判断根拠というのを示したんですが、まあ、こちら、えーまあ、A 言カムを使って判断根拠を示すと、転、ま、倒、あ、リスクが低い方の方が、まあ、歩幅が長くて、転倒リスクが高い方というのが歩幅が短いというようなところが、まあ、機械学習の、えー、判断根拠でも見られております。 最後にま,まとめになるんですが、えーま、高齢者の転倒事故が年々増加しておりまして、ま、特に痴漢、ま、評価と事故の身体能力に乖離が見られております。まそこで、えー、無意識的にです、ね、転倒を評価していく必要が、えー、あります、えー。その方法として、ま、DGI、有用性というのを、えー、確認できております。はい、以上で、えー、発表を終わらせていいいたたただだききまますごご清聴いただきありがとうございました